三兄弟どこで撮る？あ、あそこら辺さっききれいに撮れたよ。あ、本当。うん。はい、皆さんこんにちは。今回はですね、前回の続きとなりますゴルカイ、春のゴルカイですね。行かないよ。行かない。今ですね、ちょっとロックとカールとキュウイ、この三兄弟で実は写真を撮ろうと思ってですね、こちらのコートの方に入ってきてくれたんですけれども、なんかカールはあちらのいるベイリーくんとワン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 言って遊んでますね。これなんか虫がすごい近くまで来るんやけど嫌なんやけど。春ってどうしてもね、虫が飛んでるんですよね。ねえ、私虫が苦手で。パパさん、そう、もういやいや、来ないで来ないで、虫来ないで、ちょっとあんたおいで、あんたはおいで。虫嫌なの、お母さん嫌いなの。写真撮ってあげて、撮りたいんやけど、みんなで3匹。はい、ここでなんかパパさんがちょっと上がってくれたので、ロックが上がっていくことができました、うん、お、なんとなくいい感じで撮れるんじゃないかな。キュウイくんも揃って手座りしてごらん。はい、こんな風に3人が揃ってるとやっぱり嬉しいですよね。さあ、いい写真撮りますよ。うん、いい写真が撮れましたね。この時ですね、ちょっと補助してくれたのが、そう、このピコピコって音です。ベイリー君のですね、お父さんがこちら側からピコピコと音を立てて補助してくれました。すごーい。コピコという音に反応する、まるで幼稚園児みたいですよね。直した、ありがとうございます。上手。ああやって、でもああいうピコピコはああいう使い方をするんよ。よかった、取れたって。めっちゃ取った。すごいね、いい感じ撮れましたよね。ありがたい、うん、この時にですね、キュウイクのお姉ちゃんもいっぱいいっぱい写真撮ってくれてましたよ。お、なんかさっきロックがスルスルっと降りてきましたが、腰の調子がよろしいようですね。はい、ここでですね、ロックの方はやっぱりちょっとお腰の方が心配だったので、ゆっくり一人で過ごすことにしておりました。春のお墓参りして帰ろうか。うん、なんか遠くの方でワンワンって声がしますね。お花注文してきとく。ロック、やめなさいよ、参加しないのよ。ロックもなんか興味があります。ベイリー君とカールがすごいフェンスランしてますよね。ロックしない、ロックはしない、ロックはしない、ロックしない、ロックダメ、おいで、うん、ロックはですね、こういったところにあまり参加しないように、こう何回も何回も声をかけると、ちょっとだけ自分を制御するようになってきました。まだまだですね、喧嘩っ早いところはあるんですけれども、みんながしてても行かないで、股関節形成不全を起こして痛みがあってからですね、ちょっとずつですね、自分の体というのが少し理解してきたのかもしれませんね。何度も何度も言ってちょっと制御しなければいけないんですけれども、一応ですね、こうやって言ってるとロックも行かなくなってきたような気がします。はい、あちらの方も少し落ち着いた感じになりましたね。ちょっとお花注文してきとくわ。あそこお花先に注文してく、コント作ってもらえんけん、できるね。ちょっとお花注文してくる。はるくんのね、お花注文してくるね。はい、こちらのお花ブーケですね、550円するんですけどね、可愛らしく作っていただくことができます。お墓参り行く途中にですね、なんか可愛らしいワンちゃんに遭遇しましたよ。こんにちは、こんにちは。仲良くできるかな。パコルテがいいね。うん、可愛いね。この子は
シェパードとゴールデンのハーフミックスなんですよ。そうなんですか。お耳がちょっと違うなと思って。シェパードが入ってる時があって、入った時もあるんですけど。そう、うちもずっとゴールデン3匹こうだな。フラットフラットとフラットで、いや初めフラットかなと思ったんですけど、全然フラットそっくりでした。そうです。遊んでいたんだよ、お前はやんちゃやけんな。この子もやんちゃ。まだもう全然子供で6ヶ月なんで。あ、え、6ヶ月？まだ6ヶ月。大きくないですか？どう？そうなんですか。シェパードが大きいから。体高がちょっと高いかもしれないですね。うん、そうかー。すごい綺麗ですね。そう、めっちゃ綺麗なんです。いや、今日洗わんといかんぐらい限界だ。もう限界です、これ。ありがとうございます。ブラッシングだけはしときました。かわいいね。触っても大丈夫。あ、問題ないです。ロック、触ってもらい。こんにちは。見てる焼き餅やかな、いい子さん。さっき焼き餅焼いたよね、あいつね。見た見た。あれ、空間やね。見た見た。ロックさんですか？はい、ロックって言います。ロックさんですか？かわいいね。お名前なんて言うんですか？ロン、ロンです。ロン、ロン、ロンくん。ロンくんです。ロンくん。ゴールデン探してるんですよ。またこいつの友達を一緒に買おうと。そうなんですか。なかなかいなくて。はい、今ですね、お声かけさせていただいたこちらのロンくんですね、ゴールデンを今探している状態らしいんですよね。うん、多頭飼いを、ね、目指しているそうですよ。このロン君、とってもですね、可愛らしくて、今生後6ヶ月ということなんですけど、すごくすごくやんちゃだそうです。このフェンスを飛び越えてですね、ちょっと一回怪我をしそうになったことがあったということを聞きましたよ。ナックです。何歳ですか？4歳、ね、この5月で4歳になります。だいぶ落ち着いてね、ね、てる感じですよね。4歳落ち着くはず、予定。ね、3歳から5歳にかけて、だん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 、はい、うん、そうですね、予定なんですけど、予定では落ち着くはず。ね、落ち着くはず。はい、こんにちは。またね。ありがとうございます。お墓参り行かなきゃ。はい、では。本命のお墓参りの方に向かっていこうと思います。楽しそうだね。ね、ロン君、なんかシェパードとゴールデンのミックスって聞いたんですけれども、やっぱりシェパードが入ってるせいですかね、すごく動きが軽やかでしたよ。こちらの方に春の眠らせていただいております。いいよ、上がれる？よく行ける？上がれた、ゆっくりでいいよ。お花どうぞ。ここいいかな、しようかな。いつも花いっぱい、本当に、線香もいっぱい立っとる。線香もいっぱい立っとるから手合わせるだけにしよっか。ハル、ね、くん、ハル、ね、くんだよ。ロック、ハルくん覚えとる？ハルくん覚えてる？ハルくん来たよ。ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございます。ゴールデンです。はい、と言われてますね。ありがとうございます。はい、じゃあハルくん名前見に。はい、ロックとですね、春が一緒に過ごしたのはほんの数ヶ月だったんですけれども、それでもロックは一体春のことを覚えているのでしょうか。まあ、覚えていなくったとしても、ロックにとっては本当に大事な大事な先輩犬ですよ。できたできた。あ、どこもゴールじゃん。ゴールデン違うよ。あ、ゴールデン、ほら、ゴールデン、あ、そうか。
どう見ても。はい、今ですね、ロン君と一緒にフェンスランしているゴールデン、こちら後から出てくるんですけど、以前一緒に遊ばしてもらいましたイブちゃんでした。うん、色白さんよね。あ、ペットセーターだってパパ。そうなんです、ここでペットセーターの張り紙があったんですよ。どうなんやろう、なんかちょっと良くなるかな。うん、ペット生態まだまだね、普及とかしていない状態なので、よく情報が分かっていないんですけど、少しでもロックにいいことがあればななんて思いました。はい、こちらがイブちゃんですね。すごく怒ってますよね。なんでロックも吠えられると吠え返してしまいますね。全然吠えなかったんですけどね。あ、そうなんですか。うん、イブタン、私が一緒だと吠えるのかな。お母さんを守るのが私の使命。同じハーム感じてる。パールと一緒だ。すんごいハーム言ってる、イブタン。はい、今回はここまで。カールとイブちゃんはですね、ちょっと似た者同士なので、あんまり合わないかなと思うんですけど。